ブラックは日本のパフォーミングアーティスト。2001年2007年、ヨー,ヨー世界チャンピオン。シルク・ドゥ・ソレイユアーティスト。テッド・スピーカー。東京都出身、青山学院大学卒業。名前の由来は選手時代に黒い衣装を好んで着ていたことから。好きなアーティストとしてパフュームをあげている。学生時代は英語が苦手であったが、 世界大会優勝後にインスタントメッセンジャーを通じ世界中のヨー,ヨープレイヤーと会話する中で徐々に英語を習得していった。現在ではテッドカンファレンスをはじめ英語で講演を行うまでになった。現在も英語は流暢というわけではないが、だからこそ日本人らしいカタカナ英語でも世界で通じることの高齢日本人英語話者として理想像であると、 英語教師からも評価されている。シルク・ドゥ・ソレイユ出演時、プレッシャーとストレスから、胃潰瘍を3度患いカナダアメリカの病院に入院したが、現在は感知している。尊敬するパフォーマーは、ウクライナ出身のジャグラーである、ビクトル・キー。2003年に、キーの演技を見て以来、シルク・ドゥ・ソレイユへの入団を目指すようになった。しかし当時、洋々パフォーマーのシルク・ドゥ・ソレイユ出演は、 前例がなかったため、本当に自分が出演できるとは思っていなかった。趣味は、アニメ鑑賞、ラジオ聴取、e スポーツ観戦。1997年、バンダイより発売されたハイパーヨーヨーを手に取る。不器用で技の覚えも、決して早い方ではなかったが、練習を重ねれば、遅いながらも技を習得できるという魅力に惹かれ、新職を忘れのめり込む。 1997から1998年のブーム時には目立つ選手ではなかったが、ブーム沈静化後に頭角を表し、2001年には米国フロリダ州で開催されたヨーヨー世界大会にて優勝を果たした。大学卒業後はシステムエンジニアとして一般企業に就職。残業が続きヨーヨーに取り組む時間がなくなったことから転職を検討し、 適色コンサルティングのサービスを受けた際に自分の死後も後世に残る社会に良い影響を及ぼす何かを成したいという思いが芽生えた。自分が後世に残せる良い影響は自身がヨーヨーで世界一になっても社会的評価が伴わず普通の会社員として就職するしかなかった経験から競技ヨーヨーに取り組む選手たちに対する社会的評価を上げることであるとし、 その手段として、シルク・ドゥ・ソレイエ等の舞台で、その舞台に見合うレベルのヨーヨーパフォーマンスを披露することを目指し始めた。ヨーヨーマスター受訓時2007年、プロパフォーマーとして独立。同年8月より、東京ディズニーリゾート内にあるショッピングモール、イクスピアリにてレギュラー出演開始。共演する先輩パフォーマーたちから、パフォーマーとしての基礎技術を学んだ。2009年、 シルク・ドゥ・ソレイユのオーディションに合格。ヨー,ヨーパフォーマーとして初の合格者となる。ただしこれは契約等はなくアーティストデータベースへの登録のみであり、即時出演したわけではなかった。2013年、米国カリフォルニア州で開催された世界的講演会、テット2013に唯一の日本人として登壇。日本人として初めて正式にスピーチを行った。 同年9月、シルク・ドゥ・ソレイユのスペシャルイベントに出演。史上初のヨーヨーアーティストとしての出演を果たした。同年10月、テッドダ壇やシルク・ドゥ・ソレイユ出演により、ヨーヨーに対する社会からの評価を向上させたとして、ヨーヨー業界の発展に寄与したものに贈られる、ナショナルマスターアワードを受賞。ヨーヨーマスターとして認定された。2014年4月より、シルク・ドゥ・ソレイユのツアーショー。 キューリスに出演。ストーリーの鍵を握る、字の支配者役として、ソロ演目を担当し、500回以上のショーに出演、100万人以上の観客を魅了した。2016年には同役を後輩へ引き継ぎ、日本へ帰国した。テッド登壇以降は、パフォーマンスだけでなく講演活動、特に教育貢献に目を向け始めた。きっかけは、テッド会場において、 情熱を持てるものを見つけ、そこへ向かって邁進した、君は、これからの若い世代のロールモデルになるべきだ。変化の激しい世の中をこれからの若い世代が生きていく、上で、情熱を持てるものを見つけるということは、とても重要だと思う。ぜひ、教育という分野に力を貸してほしいと声をかけられた、ことから、2017年、ピアソンエデュケーション、アジア社の英語教科書、 ロングマン・イングリッシュ・スパークに掲載される。ザストーリーオブ、栄養用プロというタイトルの下、ブラックが夢を叶えてきた反省が教材として紹介されている。2020年より世界で活躍する日本人として日本の小学生向け英語教科書に掲載される。掲載教科書は、海流堂出版、ジュニア・サンシャインと、三村図書出版、ヒア・ウィー・ゴーの2冊。 現在は従来のパフォーマー活動に加え、英語で広がる自由、好き、夢の見つけ方を伝える、英語教育、キャリア教育にも尽力している。シルク・ドゥ・ソレイユにて、柔軟性を活かした大技。ブラックのパフォーマンスは、音楽との調和、世界観の表現に定評がある。日本人ならではの演技、ヨ々ヨ侍から、シルク・ドゥ・ソレイユにおける人ならざる雰囲気の、 パフォーマンスまで幅広く演じ分け、企業イベント等ではテーマメッセージを伝える演技を披露している。昨今は外国人の観客を含めた企業イベントへの出演が多く、英語スピーチとパフォーマンスを組み合わせたステージ構成とすることも多い。また、高い表現力、世界観の企画力から商品プロモーションへの出演も多く、パフォーマンスのみならず演出企画から協力することも、 ある。自身が開発した技として、ヨーヨーを使ったテーブルクロス引きがある。通常のテーブルクロス引きでは両手でテーブルクロスをつかみ引き抜くが、ブラックの場合、手ではなくヨーヨーを使ってテーブルクロスを引き抜く。ショーでは特注品のヨーヨーを使用することが多い。大型のヨーヨーを使用することにより、ヨーヨーはサイズが小さく、大舞台では、 観客から見えづらいと言われる問題を克服した。制作には、千番校の根本押し夫と株式会社菊水ジングが協力している。また、スマートヨーヨー7マジックを使用することも多い。発行パターンのプログラミングにより、背景映像や音楽と完全にシンクロしたパフォーマンスを行っている。こちらのヨーヨーはブラックが監修、株式会社。 セラボが制作したもので一般販売もされている。演技の振付にはファッション誌やゲームのイラスト集などを参考にしている。きっかけはパフュームの振付師であるミキコがインタビューにて振付においてダンスのどのシーンを写真に切り取っても綺麗に映るようファッション誌における。テッドカンファレンスで披露した演技においてはストリートファイター4のイラスト集を振付の参考にした。また、 同演技においては、シルク・ドゥ・ソレイユで約10年の出演経験のあるフィリップ・エマールの指導も受けた。シルク・ドゥ・ソレイユ、キューリスでの演技においては、黒執事のコミック、アニメ、ミュージカルなどを振付の参考にしている。キューリスでは、字の支配者役で出演しているが、このキャラクターの設定が、黒執事の主要人物であるセバスチャン・ミカエリスに近いことが理由である。 イルミネート・ザ・ワールド日本をテーマとした演技。テッドカンファレンスで披露したブラックの代表的な演技である。袴姿の衣装、獅子落としの音に合わせた振り付けなど、随所に和の要素が含まれている。一部の振り付けは格闘ゲームストリートファイターの登場キャラクター号機の動きを取り入れた。映像プロジェクションと LED、ヨーヨーを組み合わせた演技。プログラミング制御された、 ヨーヨーの発行が映像、音楽とシンクロし、スクリーン上の映像と現実世界のヨーヨー演技が一体化する新たな芸術表現を可能にした。ブラックはこのパフォーマンス手法をチネマコネクテッドヨーヨーと呼んでいる。企業イベントなどに出演する際は、クライアントのロゴなどを映像に取り入れる場合もある。90秒間の演技、短い時間の中に、 ヨーヨーの高速回転によるマッチへの着火、プログラミング LED、ヨーヨー、スプリットルーピング、テーブルクロス引きなど多くの技が詰め込まれている。演技内で行っている着火の技と情熱は不可能をも可能に変えることの体現により、監修の情熱に火を灯すことをかけて、イグニッションというタイトルが付けられている。イベントにおけるワークショップ実施のほか、TV 番組等における 芸能人へのよう指導、演出経験も多い。これまでに指導してきた芸能人はいか、多数すーた数多ー多た数多,多,数多,多数。たありがとうございます。